やってるんですか。あのさ、はい、サイコロにさ、はい、ダイスにストリングがさ入んないのよこれ。なかなかすんなりね。そう、むずくないですかこれ。結構まっすぐ入らないんですよね。ねえ、なかなかねむずいんですよ、うん。なんかモッチなんかいいのないですか。ありますよ。マジ？お、なんすかこれは。サイコロトールさんっていうカウンターウェイトにストリングを通す道具です。サイコロトールさん、どうやって使うんですかこれ。ですね、サイコロトールさんは、うんうんうん、ここのキャップを外すとキャップに糸通しがついてます。ほう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 。なので、うんうんうん、まずは、うん、糸通しをダイスに通しちゃいます。うん、おでその後ここにストリングを通してそのまま引っ張ると通ります。すげーマジか、超便利。え、やば。もっち自分で作って今餅屋さんで販売してるんですよね。はい。結構でもハンドメイドだから金額いくんじゃないですか。そうですね、これが一つ1500円で、うん、マジっすか。1500円で買えるんですか。はい、なるほど。1500円だったらね結構お手軽に買えますね。ちょっといいですか、やってみて。うん、そう、なんかそのダイスに入れるのってさっきも俺やってたように結構めんどくさいんだけど、これなんか多分めちゃめちゃ簡単そうでしたよ。スッと入れて、おお、すごっ、スルッと抜けますね。最高っすね。これはかなり便利。かなり便利ですね。今回のダイスはまだちょっとマシなんですけど、うんうんうん、最近 の、 カウンターウェイトって、うん、もっと穴の小さいビーズに糸を通す仕組みのものが多くて、はいはいはい、そういったものなんかでも簡単に入れますね。通る、素晴らしいですね。すごいっすね。これがね、1500円でモッチーのお店、モチ屋さんでね購入ができますんでね、ぜひモッチーのお店に行ってサイコロトールさん、サイコロトールさんお買い求めいただければなと思います。はい、ということでサイコロトールさんでした。高橋さん何をやって。いや、なんかさ、アクセルがさ、ロックカーナーが裏に行っちゃって、はい、あ、全然取れないんですよ。あ、ツールも使えないですね。そう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 。でもペンチとかでさ挟みたくないじゃん、アクセル山潰れちゃうから、うんうんうん、そう困ってんすよ。もっちなんかないっすか。ありますよ、アクセルトレルくん1号2号というのがあります。アクセルトレルくん、これどうやって使うんすか。ですね、まずは、うんうん、アクセルはまっちゃってるヨーヨーに1号の方をつけます。うんうん、ほうほうほう。1号の方はまりましたら、うんうん、次に2号の方を上からはめまして、うん、1号の方、1号とヨーヨーをしっかり持った状態でギュッと締めます。うん、結構ギュッと締める。そう、ギュッと締めないように、うんうんうん、1号の方を回しますと、よいしょ、来ましたね。おお、すごっ、アクセルだけが取れたっていう。で、トレル君側の方も1号と2号を緩めてあげると、おお、アクセルが救出できたと。救出できました。おお、すごっ。六角のレンチ、うん、入れて、そうです ね取るんだろうけど、さっきみたいに反対側になっちゃってて、反対側でギュッと閉まってる時って結構苦労しますもんね。そう、基本的にはね、あんまり外せないっていうぐらい、しっかりと固着しちゃっているような。そうなった時にこのアクセルトレル君があるとスムーズに取れるよ。そうですね、基本的にはもう傷つかずに無傷に救出できるっていうのがすごい利点ですね。これ買えるんですか。そうですね、私の方のブースの持ち屋、持ち屋で、また持ち屋ですね。ちなみにおいくらですか。ワンセットで、1500円で出してます。1500円でヨーヨーのアクセルがこう無事に救出できるというねアイテムなんですね。すごいな。はい、ということでアクセルトレルくんでした。どうしたんですか、高橋さん。
いやなんかヨーヨーしようと思ってきたんですけど、うん、ストリングつけないできちゃったんですよ。伊藤さん持ってないですかストリング？使い触れるのだったらありますけど、使いますか？いやー、使い触れじゃちょっと。モッチーストリングない？ストリングはないですけど、うんうんうん、これで作れますよ。なんすかこれ？これはお手軽紐くんで。お手軽紐くん？え、これモッチーどうやって作使えんのっていうか、ストリング作れるんですか？これでストリング作れるんですよ。どういうこと？ミシン糸をいっぱい束ねまして、はあ、今回は6本ですね、はいはいはい、束ねまして、はい、端っこを結んであげます、はい、で片っぽの輪っかに引っ掛けて、はい、で、ストリングのついてないヨーヨー、うん、これをはめまして、はい、それをズルズルズルっと伸ばしていくんですけど、長さは欲しいストリングの倍よりちょっと長い長さ。ああはい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 。ほうほう。で端っこも結んでおきます。おお。この状態で、ほう。両方のストリングが引っかかってると。はい。ほうほう。でこの状態ですね。この状態に段取りをします。はあ。はあ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 、すごっ。このようにセットした状態で、はい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 、後ろのボタンですね、そこね、押しますと、はいはい、モーターが回って、どんどんこのくらいかな、ある程度ねじったら、はいはいはい、ここで、うん、ヨーヨーを手を離すと、はおすごい。マジか。あ、すごい。で、ある程度回転がおとなしくなってきたら、端っこも外してあげて、はい、結んであげれば、やば。即席。すごい。ストリングになりました。あー、本当綺麗によれてる。すごい。すごい。これストリングなくても家にミシン糸は大体類あるじゃないですか。はいはいはい。これがあればストリングには困らないっていうこと。無限にありますし、作れる。市販にない材料も使えるんです。まあそういうことっすよね。オリジナルストリングが作れますよっていう。そうですそうです。内包を例えば、はいはいはい、ポリとナイロンを混ぜたり、逆にあの大きいヨーヨー向けにファットよりももっと何倍も太いストリングを作ったり、そもそもロングストリング作れるんだ。だからロングストリングも作れますね、うん、はあすごい。普通に使えますわ。これは買えないでしょさすがに。今準備中です。おおマジっすか。おなんとか出せるように頑張って。いや素晴らしいですね。モッチのブースのショップ、はい、モチ屋さんで取り扱い準備中。準備中です。ちょっとすごいっすね。すごいですね、はい、モッチの便利アイテム3点を紹介させていただきました。はい、はい、そしてモッチのブースのショップ、モチ屋さんでもいろいろ、多分他にもいろいろアイテムあるんですよね。そうですね、便利アイテム系もありますし、うんうん、モダンレスポンシブ向けの引き戻しヨーヨーもありますし、はいはいはい、普通のバインドヨーヨーもあります。あ、そうなんですね。はいはいはい。でちょっとマニアックなんですけど、うん、ヨーヨーの機種によっては 3D のデータをそのまま販売してるので、おー、 3D プリンター持ってる方でしたら自宅で出力ができるよと。あ、すごいっすね。こんな時代なんですね。はい、ということで皆さんね、ぜひモッチーのショップ、モチ屋さんをねチェックしてみてもらって、はい、今後の動向も注目ということで、はい、はい、モッチーありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。